岡田の運命の人は野口じゃない言うて。落とそう。シンカーシンカーシンカー。オッケー、振ったやろ。振った振った。はい、三振。シンの4番が9番にいるからな、今日俺たちには。さあ、前川、梅野、小畑、野口、ここで点取ろう。で、近本のところで逆転しよう。うん、俺たちのプランとしてはそこや。うん。まあ、DeNA におけるオースティンであり、牧であり、宮崎であり、佐野であるのが野口やから、うちのチームの今。うん、あー、初球打ってや、あー、ベースボール牧、セカンドゴロ、取って、ポロリ、投げれない、ベースボール、ベースボール3球。ありえんねんけど。11個目ってえぐいな。完全に、あ、ね、あ、牧選手からセカンドポロリいただきましたね。こんなん何本あってもいいですからね。ありがとうございます。こんなん何本あってもいいですからね。ありがとうございます。いやー、仕掛けるならな、もう攻めだるまやったけどな、坂本もおんねんから。小畑がつなげば、またしてもあの男に回るよ。おばたいけるぞー、よーし、落ちたー、いいや、来たぞー、ワンアウト一塁二塁でまた野口に来たぞーい、うちの4番に回ったぞーい、よし、野口が打ったら坊主なるか、行くぞー、今年初、うわーうわー、おばたよくやった、いや、おばたよくやったよ、これゲッツーってなるとこやったけど、おばたがその場で止まって、で、下がると見せかけて地面に座ってん。で、タッチするまでの間に一塁投げられへんかって。これ、これ。いや、えらい、えらい。いや、ちょっと、あ、説明するわ。はい。そこまで言わんでええやないかい。そこまで言わんでええけど。協議した結果、全く守備妨害なかったのもブチ切れてるやん、なんか知らんけど。うん。バリ言われたやん。バリ言われましたやん。そんな言わんでもよろしいんです。まあいい、ありがとうございます。まあこれでお会いこということで。バリ煽るやん、ほんま。責任審判の島田です。ただいま、三浦監督から守備妨害がないからという、アピールがありましたが、全く守備妨害じゃございませんので、ゆいゆね、伝説の煽り。なんでそんな言うん？ごめんって。謝ればいいんですか？頼む！ピッチャー。ボール、ファーボール！来た中野が、左中間真っ二つしますようにって俺か、短冊に書いたもん、お願いお願い、俺、さあワンツー、打った、ライト前ヒット、抜けた、止まる、1点差、俺、やっぱり打つのは俺、ボール、ファボール、ベースボール、ワンベースボール、来たぞ、佐藤打ったらさよならやぞ、行けよ佐藤、伝説作ったらんかい、佐藤の七夕の願いかかん、振れよ、お前それはない、それは一番格好悪い、もうそれはお前、大江千里よりかっこ悪い、マジで。かっこ悪い三振の仕方、それは。かっこ悪い三振の仕方、や。お前、フラン、いやいやいや、ストライクです。これは。いやいや、ストライク、ストライク。それはかっこ悪い。いやいや、それはあかんて。
そんなところでいつもの癖出すなって。決めに行かんかいや。決めに行かんかいや、そんなもん。かっこ悪。伝説のずっこけやわ、ほんま。で、伝説のずっこけやな、これな。もう俺死ぬ時に思い出すわ。阪神タイガースベスト10。俺の人生で。今日のことは、伝説の一つに入れさせていただくわ。うん、さあ、前川が打てよ、前川が。前川が打って、前川がさよなら打って、伝説。伝説の見逃し。お前、伝説の見逃しはない。うおぉ打ったライト前サードいけるいけるいけるえ、止まんの止まんのダイソー出しとけよダイソー出しとけよ今からでも遅くないダイソー出してくれもう使いあれしてる場合ちゃうやろちょ、一塁ランナーにはダイソー出さなあかんて。お、デッドボール伝説始まるーデッドボール梅野ワンアウト満塁ピッピッ小畑がこれ打つここ代打出さんのもう小畑やな。小畑打ってるからな。信じろ食らいつけよ小畑うわあ、バックホームは無理フォースアウトうえどうするここで代打原口出すグッチー来ましたタイガースがたくさん勝利をしてみんなの人生が豊かになりますようにお前神かよマジで願い事神かよもうみんなもろとももう死ねばもろともやからないいかもう一回だけ言っとくぞ広島は負けてるぞもう勝っても負けてももうどっちも一緒原口よろしくよっしゃライト前抜けたーよーしよーボートこれでサヨナラー一塁ライトライトゴロが一塁投げてボート三塁ランナーセカンドランナーも帰ってきて伝説の完成よっしゃ5対6イエーイイエーイやったーやったぞーやったーよーしよーしよしやったぞみんなおい伝説やろこれおい伝説やろこれ伝説ですねなんでやねんさん伝説ですいや伝説やろおい伝説やぞおいおーい !Hey, Mr. Everyone! 伝説やぞおーいどうやおい、伝説やろ、これライト前抜けました浅いから一塁投げた一塁暴投伝説の完成ライトで何かが起きる伝説ややばい、マジでこれはやばい俺たち今年も優勝するぞ俺たちが優勝するぞ今年も今年も俺たちが優勝するぞそうやろうーい俺たちが優勝するに値するチームやぞいいかみんな信じて応援しろよ俺たちこそが日本一になるチームや今年もおっしゃおい俺たちが今年も日本一やるぞソフトバンク倒して。おっしゃー